ちは、西川綾です。今現在日時は2021年の4月28日です。ピドオンラインプレミアムリーグにもうすぐ私も出場するということで、今までお店で練習してたんですけど、もうすぐしたら心斎橋の方に移動しようかなと思うところで、まあ、ずっと6時半から始まってる試合、コスモダーツ対トリニダード戦をちょっと見守ってた部分はあるんですけど、いやずっと見る側やったんで、こうやって試合に出場って選ばれたのが、まあ正直まだなんか何やろ、現実を帯びてないというか、カメラマンから前フィードオンラインプレミアムリーグ出場決まったよって言われた動画もあったと思うんですけど、あれの時もみたいな、そんな私見る側やったもんっていう自分への何やろ、まだ緊張の足りなささもあったんですけど、もう今こうやって座って、もうアップしてましたけど、座ってることすら今もまだドキドキしてるというか、で次のハローズ対旧ソウル戦、私は3番手の出場ってことで、まだ時間はあるといえど、もう本番でやりきるしかないって思ってますし、で会場がティト心斎橋店っていうことで、まあ、行かしてもらうのも初めてだから、まあ、まずたどり着けるかなっていう不安もあったり、まあ、今日ちょうど雨やし、なんか靴濡れへんかなとかもうなんかいろんなこと考えてます今。もう本当にぐちゃぐちゃしてる、なんかアメリカコミックみたいな反応しちゃったこうやって楽しいの私だけか。いや、うん、とりあえずもう、うん、もうどうしたらいい、どうしたらいい、あれ全然画面が出てない、だってずっと雨も 100% ですよ。とりあえずもうやるしかないですね、初めての。本当にだって1年かけてプロ資格取って、でいろいろ切磋琢磨しながらライセンス無事に2020年の12月に取れて、でまあコロナ禍でいろいろ大会が中止だったり延期だったりある中で、でフィードオンラインプレミアムリーグに出場できること自体がありがたいとはほんまに思うんで、ね、悔いないように楽しんでやれるようにしたいなと。きっとどんなダーツになるか私の中では想像がついてるんですけど、 YouTube ライブ見ていただける皆様にね、ちょっとでも、あ、西川頑張ってるやんって思ってもらいたいかな。はい、真剣に全力で楽しんでいきたいなって思ってます。はい、じゃあそろそろ移動します。ということで会場にやってきました、ティト心斎橋店さんにお邪魔しております。ほらこんな感じ、カメラがあるんですよね。わあ、こっちはねショップなのでいっぱいグッズがあります。やばい、どうしよう、まだ時間はあるんですけどめちゃめちゃ緊張してる。あの移動もあって汗止まらん。あの正直道迷ったんですよね、車で。でちなみになんですけど、まあ皆さんもご存知、フィードダーツこんな感じですね。じゃん、はい、あかん、何撮ってこなあかんかったかも全部忘れちゃったということでちょっとアップ始めます。では後ほどね、ここにしよう、マスクの位置。はい、今帰ってる最中です。ね、試合終わってまあ 5-0 で、まあ佐々木さんにストレート負けして、初めての試合にしたらまあ本当に楽しく私自身はさせてもらったかなっていうのは思います。なんかほんま正直、きっと正直あのアップの最中は楽しくっていうかやってたんですけど、
結局スローライン立ってフォーク始まってゲーム始まったらね、もう本当に無我夢中でやってた感じではありますね。ね、たくさんの方々に応援していただいてもありがたいなっていうのはあるんですけど、角度が見当たらん、ここがうわー手が濡れるかなっていうのはあるんですけど、いい経験させてもらいました。顔が暗い、はい、雨の中帰ってるのが今の心境を表してるんじゃないでしょうか。ただでもここで終わるつもりはないですし、この機会をもらった上で次どうやるかっていうのは今ずっと考えてることなんで、やっていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。